男の間の土壁の荒壁が塗り終わりましたので、紹介しておきたいと思います。今抜きって呼ばれている、これが抜きっていう木なんですけども、大体、この面表面同じぐらいになるまで塗って、乾かしている状態です。ちょっとね隙間があったりしますけれども、やっぱり盛んですので、乾くとちょっと沈んできたりしますが、もちろん上からも裏からも何回もさらに塗っていきますので、隙間がなくなっているような形になります。その後ですね、上に、それでもやはりこの辺りがですね、木、土というところで、物が違いますので、日々が生きやすくなりますので、この上に寒冷紗を張って、その上にさらに土を壁を塗って、そういったひび割れができないような形で仕上げていきます。何度も何度も、手間がかかる作業になります。石山テクノ建設では調査、設計、施工、そしてアフターフォローまで一貫してお客様の安全安心を心がけております。